バラのためになくした時間が君のバラをそんなにも大事なものにしたんだ。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。しまおうとする風の尻尾を捕まえて慌ててもう一度聞いてみましたが、よほど急いでいたのでしょう。風はそのまま行ってしまいました。こんな商売がいいがな。いや、この次には熊なんぞに生まれてくんなよ。